符号符号理論において、符号、または、コード、とは、シンボルの集合、S、点があるとき、S に含まれる、シンボルの、あらゆる系列から、点に含まれる、シンボルの系列への写像のことでる。S を、情報源アルファベット、点を、符号アルファベットという。すなわち、符号とは、情報の断片、例えば、文字、語、句。 ジェスチャーなどを別の形態や表現へ、ある記号から別の記号へ変換する規則であり、変換先は必ずしも動詞のものとは限らない。コミュニケーションや情報処理において符号化、エンコードとは情報源の情報を伝達のためのシンボル列に変換する処理である。符号、デコードはその逆処理であり、符号化されたシンボル列を受信者が、 理解可能な情報に変換して戻してやることを指す。符号化が行われるのは、通常の読み書きや会話などの言語によるコミュニケーションが、不可能な場面でコミュニケーションを可能にするためである。例えば、手端信号や腕着通信の符号も、個々の文字や数字を表していることが多い。遠隔にいる人がその手端や腕着を見て、本来の言葉などに戻して解釈することになる。 情報理論や計算機科学において、符号とは、情報源アルファベットから符号アルファベットへと一位に符号化するアルゴリズムを指す。一連のシンボル、文章については、情報源アルファベットから符号アルファベットへの変換を、蓄一行い、それらを連結することで符号化がなされる。大雑把な例を示す。写像は符号を表しており、 情報源アルファベットは集合フォーミュラ2であり、符号アルファベットは集合フォーミュラ3である。この符号を使って0 0 1 1 0 0 1 0 1という符号文字列が得られたとする。これを符号語に分割すると0011001011 00となり、複合すればアキャブックというシンボル列が得られる。形式言語理論の用語を使うと、符号の概念は次のように定義される。 S, S と T という二つの有限集合があり、S を情報源アルファベット、T を符号アルファベットとする。符号フォーミュラ4は、S の個々のシンボルが T の元を使った、ワード、シンボルの並びに対応する写像であり、フォーミュラ5からフォーミュラ6への順同形写像に拡大すれば、情報源アルファベットの並びを符号アルファベットの並びへと自然に写像できる。ここでは、 情報源のそれぞれの文字を何らかの辞書に従って、符号後に符号化し、それらを連結して符号化された文字列を形成する符号を扱う。可変調符号は元の文書で、それぞれの文字が出現する頻度が異なる場合に特に便利である。詳しくは、コンパクト符号とエントロピー符号を参照。窃盗符号は、五等属性を満たす符号である。説当符号では、 それぞれの符号語が決して他の符号語の窃盗部にならない。ハフマン符号は窃盗符号を作る最も一般的なアルゴリズムであり、そのため窃盗符号をハフマン符号と呼ぶこともあるが、ハフマン符号のアルゴリズムを使わずに窃盗符号を作ることもできる。窃盗符号の他の例として、国際電話の国番号、ISBN のグループ番号と出版社番号、 WCDMA で使われている二次、同期コードなどがある。クラフトの不等式は、可変調符号が、一位に複合可能であるための必要条件を与える。データを転送あるいは保存する際に、誤りが起きにくいようにする方法として、符号を使うこともある。そのような符号を誤り訂正符号と呼び、格納、または転送されるデータに注意深く冗調性を知るべ、入る。 例えば、ハミング符号、リード・ソロモン符号、リード・マルア符号、直行符号、b c h 符号、ターボ符号、ゴレイ符号、コッパ符号、低密度パリティ検査符号などがある。誤り訂正符号は、バースト誤り、または、ランダム誤りを検出することに、最適化されている。電信符号では単語をもっと短い語に置き換え、同じ情報を少ない文字数で素早く送るように、 している。符号は簡略化のために使われることがある。電報が高速な長距離通信の最新手段だった。頃、フレーズ全体を一つの単語、五文字で符号化するという符号体系ができ、通信士はその符号語に精通するようになった。例えば、バイフソは、Are you trying to, Weasel out of our deal? あなたは、我々との取引から責任逃れしようとしているのか ライオは、why do you not answer my question? なぜ私の質問に答えないのか。ブマルドは、you are, エースコンク、クソタレ。アイルーは、not clearly 子など、repeat more clearly 不明瞭、もっとはっきり繰り返せなどがある。符号語は、長さ、発音の良いさなど様々な理由から選定された。それら符号語の意味は、小取引、軍事、外交。 情報などのニーズに合わせて設定されている。こういった符号ごと意味の対応を記したコードブックとその出版業が登場し、中でも第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にハーバート・オズボーン・ヤードリーが創設したブラック・チェンバーもコードブックを出版していた。このような符号は主に電信コストを抑えるために作られた。データ圧縮を目的としたデータ符号化はコンピュータより、 先行していたとも言える。そもそも、モールス符号も、よく使われる文字を短い表現にしている。ハフマン符号などの技法は、今でもデータの圧縮のためのアルゴリズムとして、コンピュータ上で使われている。文字を符号化した、データ通信符号として最もよく知られているものとして、アスキーがある。ある程度互換性を保った、いくつかのバージョンがあり、コンピュータ、端末、プリンター、 他の通信機器などで広く使われている。128種のキャラクターを7ビットの日記数で表しており、1と例が7個並んだものである。例えば小文字の A は110万1、大文字の A は100万1などとなっている。文字コードは他にも様々なものがあり、1バイトでそれぞれの文字を表すもの、整数符号点に文字を割り当てるもの、ユニコード、バイト列で文字を表すもの、 UTF-8 などがある。生物は生体の機能とその発達を制御する遺伝形質を持っている。それが DNA であり、その中に遺伝子と呼ばれるユニットが含まれる。遺伝子はコード、コトンを通してタンパク質を作ることができ、そのコードは4種類のヌクレオチドが3つ並んだものであって、その並びが20種類のアミノ酸のいずれかに翻訳される。数学において、 ゲーデル符号を基礎としてゲーデルの不完全性定理の証明がなされた。その考え方の基本はゲーデル数を使って数学的記述を自然数に写像するというものだった。暗号紙においてコードブックを使った符号、不調、暗号は通信の秘密を守る手段として広く使われていたが今では複雑なアルゴリズムを用いる暗号が使われている。暗号は 元の平文がわからないようにすることを意図しており、軍事、外交、情報活動のための真剣なものから、ゲームなどのさまつなものまで様々な技法が存在する。花、トランプ、衣服、扇、帽子、音楽、鳥など、様々なものに符号化することもあり、送り手と受け手の間で事前に意味について合意しておくことが必要である。色を符号として用いる例がある。 例えば信号機や抵抗機などの受動素子のカラーコード、抵抗値などを表すなどがある。また、自治体などによっては、ゴミの分別のために色分けしたゴミ入れを、う場合もある。音を符号として用いる例として、軍隊で使っていた、信号ラッパビューグルがある。感覚機に、障害のある人のためのコミュニケーションシステムとして、手話や展示があり、動きや触覚を符号として用いている。 楽譜は音楽を符号化したものと言える。チェス、囲碁、将棋などは寄譜と呼ばれる符号体系で対局の記録を取る。符号化のその他の例として次のものがある。複合のその他の例として次のものがある。当時語や略称もコードの一種とみなすことができ、その意味ではあらゆる言語も記述体系も人間の思考を符号化するものと見ることもできる。 国際空港運送協会の空港コードは空港を識別する3文字のコードであり、荷物のタグなどで使われている。場合によっては、元の語句が忘れ去られたり符号語が考案された頃と意味が変わってしまい、符号語が独自の存在と意味を持つに至ることもある。例えば、アメリカなどの報道関係では、30が現行の終わりを意味し、 転じて、終わりの意味で報道以外でも使われることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。